道人身事故ニュース速報です。つくばエクスプレス線は2021年8月23日8時40分ごろ落雷による車両基地での無線故障、信号装置故障の影響で秋葉原からつくばの上下線で運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っております。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。